こんにちは、大輔です。本日は海外渡航者のね、特にアジア圏に行く場合に、実はコロナよりも怖いんじゃないかって思う病気についてね、話をしていきます。それは狂犬病なんですね。犬に噛まれてから発症したらね、100% 死亡するっていうね、これってもう一発アウトですよね。海外へ行かなければ、そもそもかかることは、ね、ない病気なんですけど、まあでもね、海外どうしてもね、行かなきゃいけないっていう人をどうすればいいのっていう、そういう話ですよね。事前のね、予防接種があるので、ぜひこれをまあ推奨しますという話なんですけど、でもね、正直、この予防接種って、受けてる人ほとんどね、私見たことないんですよね。まあ、当然ね、この皆さんには絶対受けてくださいっていう、そういうメッセージではあるのは、これは間違いないんですけど、とはいえね、これみんな受けてるんですかね。で、もしね、今日、お話しするのは、もしも海外で狂犬病リスクに遭遇してしまった場合ですね、その、事前のね、予防接種を受けてない場合に、リスクに遭遇してしまった場合の防ぎ方に関して、具体的なね、方法を皆さんにお伝えしたいと思います。ぜひね、なんで最後まで動画をご覧ください。もしかしたらこの動画が皆さんの将来の生死を分ける情報が含まれているかもしれません。はい。ちょっとね、言い過ぎかもしれませんけど、まあでもそんなことないかな、今日の動画は。はい。で、まずね、狂犬病とはって話なんですけど、これね、狂犬病を発症している動物に噛まれたりだとか、引っかかれたりすることで感染する病気なんですね。で、これまでのね、日本人発症例っていうのをちょっとこちら出しますけど、1958年の国内発症を最後にして、日本国内でっていう意味では、感染はないと。発症はないということなんですね。ただ、海外渡航した際に、かかってしまったっていう、そういうケースがいくつかね、数少ないんですけど、あるようです。で、潜伏期間っていうのは、噛まれてから2週間から数ヶ月というふうに言われております。発症してしまった場合っていうのは、命を救うことは残念ながらできないと言われているんですね。一応ね、日本の発症例は少ないんですけど、世界では未だ死亡者数っていうのは年間で6万人程度はいらっしゃるようで、そのうちね、半分以上っていうのがアジア地域ということです。では、ここから対処法をお伝えするんですけど、この病気って、大半は犬から人へね、感染すると言われています。人から人への感染とはほとんどないようですね。なんでね、犬に近づかないっていうことなんですけど、野犬はね、そうは言っても走って逃げると追いかけてくる習性があるので、なんでね、目を合わせないようにしてね、ゆっくり遠ざかるという対処をね、僕自身取りたいと思います。では本日の動画はこれで以上になります。というと、皆さんね、ちょっと怒り出しそうなので、これね、この動画っていうのはもう噛まれたことを前提にしてお話しします。これはね、万が一予防接種を受けずにね、これ私が予防接種受けずに海外渡航先で野犬にね、噛まれたとで、もうガブッと傷口がもうわかるぐらいね、ガブッと噛まれたっていうことを想定してね、対処法っていうのをお伝えしたいと思います。ちなみにね、最近のお断りなんですけど、自分はね、医師ではないので、医学的な正しさっていうのは保証できかねますんでね、もし皆さんがそのリスクに遭遇した場合は、速やかに現地の医師にかかるようにされてください。ではね、私がやろうと思っている手法をお伝えします。これを正しく実施すれば、予防接種を仮に受けていなかったとしても、95% 程度はですね、発症を防げるということのようなので、かなりね、効果的な内容なんじゃないかと思います。じゃあね、こちらの内容なんですけども、1番からね、いきましょう。最もね、安価で効果的な方法がまず1番目になりますけど、狂犬病ウイルスっていうのは動物の唾液から感染すると言われてますんで、物理的にね、体に取り込まないっていうことをですね、傷口を水で徹底的に洗浄するということが非常に重要ということなんですね。で、その後、2番目なんですけど、傷になる形で噛まれた場合っていうのは、抗狂犬病免疫グロブリンという薬を注射するのが効果的ということなんですね。で、これは、狂犬病ウイルスに対する抗体そのものを投与するということのようです。できるだけ早くね、注射することが望ましいと。遅くとも7日以内の接種が必須だろうと言われております。で、その後で3番目ですけど、暴露後のワクチンを受けるということになるとのことです。この暴露後っていうのは、その噛まれた後ってことですね。傷を負った後のワクチンということのようです。で、このワクチンはですね、効果としては長期にわたって体がね、自ら抗体を作り出すための補助をするような、そんな作用があるようなんですね。3ヶ月間にわたって計6回、5回から6回と言われてますね。打つということのようです。で、第1回目っていうのはもうできるだけ早く打った方が良いみたいなんで、もしね、噛まれてしまった場合は、現地の病院にかかった方がいいかと思います。ということなんですけども、これね、調べてみたらね、厄介なのが、この2番目みたいなんですよ。で、なんでかっていうと、抗狂犬病免疫グロブリンっていう薬は、日本では承認されてないんですよね。なので製造はおろか入手も困難というふうにされていてですね、シンガポールとかね、タイとかの隣国に輸送してもらって、そこでね、投与してもらうっていうことが必要みたいなんですね。で、値段はね、ちょっとよく分かってはいないんですが、一応ね、和歌山にある小児科の先生がウェブサイトでね、結構ね、詳しく情報を載せられてましたんでね、そちらをね、ちょっと参考にお答えしたいと思います。このね、抗狂犬病免疫グロブリンという、薬なんですが、1本300ドルの薬をだいたいね、6本投与する必要があるみたいなんですね。なんで単純計算、それだけで18万円かかるっていう、そういう計算になりますよね。で、隣国にね、移送してもらって、そう、この薬を打っていく必要があるので、そのね、移動する渡航費も考えて、かつそれ以外のね、診療ってもいろいろあると思うんでね、それも考えると、どうですかね、合計で50万円程度はかかっちゃうかもしれませんね。で、しかもこれ自由診療の範囲のようなんで、おそらくね、標準的な海外渡航保険っていうのが有効ではない可能性っていうのもありますんでね。だから本当にね、ガブッと野犬にやられちゃったら、もう腹をくくって、この値段でね、命が救われると思ったらもう安いもんなのでね、この値段も覚悟して、きちんとね、このグロブリン接種するというふうに動かれるのが、生死を左右する分かれ目かもしれませんね。だからね、こう考えると、事前の予防接種って大切ですよね。もう大切さ分かりますよね。で、こんなところが、自分が実際ね、万が一噛まれてしまった時にやろうと思っている対処法ではあるんですが、海外でかかる怖い病気っていうのは、何もね、狂犬病だけではないんですよね。なんで、もしね、今後海外渡航される場合っていうのは、そのコロナも、怖いっちゃ怖いですけど、コロナ以外の病気についてもね、もう一度確認されてみてもいいんじゃないかなと思います。例えばね、B 型肺炎だとか、ポリオとかね、黄熱とか、その他にもいろいろあるんでね、もしもこのあたりに興味がね、ある方って結構多そうであれば、どっかでまたね、動画化をしていってみたいなと思っております。では本日の動画は以上になります。さよなら。